砦裏門方面、異常ありません。わかりました。引き続き監視を続けてください。は。かれこれもう3日。本当にリドリー様はここにいるんでしょうか。ダイナス将軍がここであったと言っているんです。あなたは将軍を嘘つき呼ばわりするつもりですか。いやまあそんなつもりはないですが。リドリー様はここにいます。必ずやリドリー様を連れ戻し、この夏目がジャスネ様の謹慎を解いて差し上げるのです。ああかわいそうなジャスネ様、謹慎だなんてひどすぎる。とほほほ。どちら様。ヘレンシア砦攻撃隊ジャック隊長へ伝令。この声またあいつか。出撃命令です。明日の正午、ダイナス将軍指揮のもと、ノワール・シュベールと共にヘレンシア砦を攻撃せよとのこと。明日だって？こりゃまた急だね。集合場所はポコン門となります。ではジャック様、よろしくお願いします。ジャック様？お前、なんか悪いもんでも食ったのか？違います、ジャック様は攻撃隊長ですから。ああ、それで元に戻ったわけね。なんというか、なんか調子狂うからさ、タメ口でいいよ、アル。そうですか、それでは。まあ、せいぜい足手まといにならないようちゃんと働いてこいよ、鶏頭。やっぱムカつく。おっと、こうしちゃいられないぜ。出撃の準備をしないとな。やっべえ、寝坊しちまった。将軍たち、もう出発しちゃったかな。とにかく走れ。あれは、遅いぞ、何をしていた。こいつは見てわからんのか。カリュウだ。奇襲を受け我が軍は総崩れだ。そんな。フン、ジャックか。見ていろ、カリュウは私が仕留める。行くぞカリュウ、このクロスワードが召してくれる。セクラクロス。
将軍のことは残念でした。しかし竜がラジアータを攻めてきたとなると、今このひとときの間も我々に脅威が迫ってきているということです。竜を撃つしかありません。至急追撃隊を。しかし逃げた火竜の居場所を探り当てるまで動きようがありません。火竜は火の山で傷を癒やす、そう文献で読んだことがあります。確かに火竜は南へ向かった。ラク様、我が団に出撃の許可を。わかりました。クロス、ジャック両名に命じます。追撃隊として火の山へ向かってください。追撃はノワール・シュベールのみにお任せを。ハリューは私の剣で倒してみせます。クロス、国民は竜に怯えています。脅威を確実に取り除かねば動揺が広がり混乱を招くでしょう。二人で協力し竜を必ず仕留めてください。よろしいですね。はい。はっ。なんすかこれ。ジャック君にお守りです。持って行ってください。ルシオン殿のお優しい心遣いだ。ありがとうございます。早速火の山へ出発しますので、私はこれで失礼します。それじゃあ俺も行ってきます。ダイナス将軍に続き、彼らが継げれば、人間は竜を倒し得るだけの誠意と結束力を失うでしょう。ルシオン殿は勝てると。ジャック・ラッセル様もいよいよご出発ですね。うん、まあね。クロスはもう出発したの？はい、先ほどダンを率いて出て行かれました。そっか、あいつ気合入ってたからな。しかし、あの火の山がね。モンバンさん、火の山を知ってるの？ええ、東の出身なんですよ。ディチョット地方の火の山には怪物が住んでるって言われてましたが、まさか竜とはね。へえ。おっと、こうしちゃいられない。俺も急がないとね。じゃあご分を。
Yes!